everyone. I'm Susanna. Welcome to my channel. 皆さんこんにちは、スザンナです。私のチャンネルへようこそ。今日はね、前回ご紹介したまっすぐ編み上がる方法にプラス一手間を加えて、これねじれが起こりにくい、ねじれない編み方っていうのをご紹介したいと思います。これを見ていただいたらわかるんですけど、こちらこんな感じでちょっとねじれるんですね。でこちらはそのねじれない方法で編んでるんですが、ねじれが少ないんですよ。でそれはなぜなのかというと、それも糸の法則なんですけれども、その法則に従うことによってねじれが生じにくくなってます。そしてさらにこれでもちょっと歪んじゃってという方だったら、多分おそらくですけど、さらにもう少しまっすぐ編み上がれるんじゃないかなという方法です。で編み方は普通の細編みなんですけど、細編みだけど、ね、傾かない、比較的まっすぐマス目のように編める方法。そしてさらにちょっとこれの欠点だったねじれをなくす編み方ですね。こういう風に縦で見ていただいたら分かりやすいですかね。比較的まっすぐ落ち着いてると思いませんか。こっちはこの鎖もなんかいろんな方向向いてますけど、こっちだったら割とまっすぐこう鎖もなってるしという形で、この浮き上がりですよね。こう見ると浮き上がっ、こんな風に浮き上がってるのがお分かりいただけるんじゃないかなと思うんですけど、こうですね。こうねじれてますね。こちらは比較的まっすぐ、あまりねじれも起こらず編めてます。多少はやっぱりねじりながら編むのでねじれは生じます。だけど、さらにねじれが少なくなっていると思います。はい。で、これでも結構まっすぐ編めたけど、もっとっていう方のために今日の動画を作成してますので、これで十分だわという方にとってはちょっとあれなんですけど、一つ覚えておいていただくと、いいかなという点もあります。で、それは何かというと、編んでる時に、こう、どうしても緩まっちゃってって左手でギュッギュッギュッとする癖、緩みがちな方には緩みにくい編み方なので、そのまま編んでるのに緩まないので、とても編みやすさを感じると思うんですね。はい、その点も含めて一緒にご説明していきたいと思います。それでは早速始めましょう。 Let's get started。 はい、今日使うのもバルキーコットンヤーンですね。はい。ダイソーさんのバルキーコットンヤーンは綿 100%、 こちらはマスタード色ですね。これは多分2019年18年とかのモデル、18年かな。はい。で、かぎ針推奨は7585 電車が通った、7585ですね。で、結構重量の割にはメーターが少ないんですね。25g で 23m なので、これぐらいの大きさのものを編むのにも2ついるということで、ちょっとコストパフォーマンスは悪めなんですけど、糸としてはしっかり編めるので、はい、とてもいいものができるんです。ということで、気に入ってはいるんですけれども、はい。じゃあ、早速編んでいきましょう。で、今日は、フックオーバーとバックフックの2種類を使っていきます。で、結構、あんまり見たことがない編み方っていうふうに思われる方も多いかもしれないんですけど、まず結び目を作ったら、ちょっとここは小物入れを作ってるのでループを作りますけれども、はい、編み方としては別に無視していただいて結構です。ただバックフックの編み方ですね。糸の後ろからかぎ針を持ってきます。ちょっと取り忘れた。よいしょ。1、2、3。4、5、6。
はい、そしたら一番最初の目に刺して、今からじゃ鎖を編んでいきます。今見ていただいたように、後ろから少し緩めでいいですよ。1、2、3、4、5、8、9、10というふうに後ろから取っていきます。はい、そしたら今から編んでいきたいと思います。ここもループの作ってますけど無視しておいてください。はい、まず立ち上がりに1目鎖を入れます。これもバックフックですね。そしたら一番最初の目に刺します。裏山取っていきますね。はい、刺したらフックオーバー、フックオーバー、普通はヤーンオーバーって言って、毛糸がかぎ針の上に来ますけど、ヤーンアンダーもしくはフックオーバーといって、毛糸よりかぎ針が上の状態に来ていること、これをフックオーバーと言います。で、フックオーバーで引っ張り上げます。で、この時のメリットは何かというと、糸をこちら側の指側から取ってくるのではなくて、この編み地側から取ってくるということで、糸にストップがかかります。そしてバックフックですね。先ほどからしているバックフック。毛糸の後ろ側からかぎ針を持ってきて、通します。で、これもメリットは何かというと、これを編んだ後に、普通はスーッとこう、どんどんかぎ針から毛糸が抜けていくんですけど、抜けてここが緩まってポロンと落ちたりするんですけど、これをしておくと、ストッパーかかってるので、伸びないんですね。伸びないから編み地が固定できるんです。もう一度刺したらフックオーバーですね。ヤーンオーバー、フックオーバー、毛糸が上、かぎ針が上、ヤーンがオーバー、フックがオーバーですね。はい。フックオーバーですね。はい、出してきて、後ろ、前、後ろ、普通は前からです。それを後ろ側から取ってきます。もう一度刺したら上から出してくる。上、そして後ろ、上、後ろ、上、後ろ、このように編んでいきます。上、後ろ。で、後ろから編むと、これも指側の毛糸じゃなくて、この編み地側から糸を引っ張る形になるので、これもこちら側から引っ張ります。だから後ろ側から見ているとわかると思うんですけど、ギュッとこう引っ張られてますよね。これも後ろ側から引っ張るので、もうこれ以上引っ張れないから指の方から糸が行くだけで、実際には編み地の方から糸が切っています。ストッパーかかってるので指側から糸が伸びていく。で、これで編むと目が固定されます。なので緩みにくい、ほどけにくいというメリットがあります。で、これでずっと編んでいきます。そしたら反対も同様に糸端を編みくるみながら、フックオーバーとバックフックで編んでいきます。バックハンドって言った方が分かりやすいのかな。
で最後まで編めましたらつなぐんですけど、つなぐときに最初の目につなぎますね。で最初の目につなぐときに、入れたらちょっとここ緩まってるので少し引っ張っておいてください。はい、でそしたらね、ここもバックフックで、あ、いや、フックオーバーで、フックオーバーというかバックフックというかつなぎます。でこうするとこれもまたストップがかかるので緩まないんですね。で立ち上がりの鎖もバックフックで、で時々この編み方してる人もいらっしゃるので見かけると思うんですけど、このフックオーバーとバックフックを組み合わせてる方はまだ私ちょっとお目にかかったことがないんですけど、このバックフックは編み込み模様をするときとかにね使うと色が緩まないので色の入れ替えが楽なんですね。こうや、こう編んだ時に色を入れ替えるんですけど、その時に色の入れ替えが楽なんですね。緩まないんで楽です。できつくなりやすいので、そのあんまりきつくなりやらないように普通に編んでいただいたら大丈夫です。でポイントとしてはあまり遠くから糸を引っ掛けずに手前の方で糸を引っ掛けてあげると、ギュッと引っ張れるので、しっかりと編むことができます。できつくなりやすいので、逆に今度この2本通すときは割と後ろの方から持ってきてあげると、長めの上に長めの鎖が入ります。あまり手前からすると出てこないので短くなっちゃう。だから少し向こうの方から持ってきてあげるがポイントですね。で前回もお伝えしたんですけど、この角緩みやすいんですけども、なるべく形を整えて編んだ方が多分後から綺麗にいくと思うので、ちょっと最初は編みにくいんですけど、形を整えながら編んであげると今どこを編んでるかっていうのが分かるので、ねじれてるかねじれてないか、少しもう少しどちらの糸を引っ張った方がいいか緩めた方がいいかっていう目安になるので、必ず出来上がりの形を作りながら編んでいく方がいいと思います。なので通常はこちらの糸が出てくる、指側として出てくるんですけど、この場合は後ろ側のこの糸が引っ張り上げられます。後ろ側ですね。で、だからあんまり緩まない。手前からは出ることはあんまりないので、あんまり緩まないので、編んでいて、ちょっと編みにくいんですけど、そういうところではすごく楽だと思います。はい。で、バックフックにすることによって、この上のここの鎖ですね、これが通常は少し前に倒れるんですけども、まっすぐ真横を向くんですね。このように横向きになる、ここもそうなんですけど横向きになるので、普通は少し手前に倒れるんですけど、この出来上がりの違いを見ていただいたら分かるんですけれども、こちらは鎖が手前に倒れてますよね。でこちらはどちらかというと鎖が今倒れてるように見えますけど、こういうふうにしたらわかると思うんですけども、同じ向きにした場合にこれは鎖が真上を向いてるんです。でもこちらは手前を向いてる。その違いで、目が立つので、だからねじれが少ないのかなという気もするんですけど、なのでしっかりとちょっとゴワゴワした生地にはなります。はい。なのでこれも上、真上を向いてるんですね。こう、鎖は少し普通はこう上に、前からも見える状態なんですけど、この場合だと見えない、これが特徴ですね。
ということで、ねじれが起こりにくくなってるっていうのは、そういうところからもわかります。なので、例えば、この復興板にしなくても何か編むときに、生地がちょっとねじれてしまってという方は、このバックフックを試してもらうと、解決することが多いと思います。ちょっと編みにくいんですけど、慣れたら、なぜかというと、ヤンオーバーだと、この時点でもうここで回転かけてるんですよ。でも、バックフックというのはそのまま、回転もかけずにただ持ってくるだけなので、回転がかからない。だから、ねじれないという理論なんですね。はい。あ、そうこう言ってるうちに、もう一周目編めました。二周目編めましたね。編めたら、一番最初の目につないで、はい。フックオーバーで、閉じます。そんなにきつく閉じなくても大丈夫です。こんな感じで。ちょっと見えにくいんですけど、見えにくいので、この色で。編んだ生地を見ていただこうと思いますので、このままそのまままた同じように編んでいきます。特に力も入れず、普通に細編みを編む感じで編んでいただければ大丈夫です。で、ポイントは何度も申し上げますけど、向こう側からではなくて、なるべく手前の方から糸を持ってきて、2本通すときは向こうの方から持ってきてあげる。少し向こうの方から持ってきてあげる。はい、今こんな感じなんですけど、一玉終わって二玉目に変えるところですね。で、変え方もそんなに難しくなくて、普通にバックフックで入れていただいたらいいと思います。で、あとは普通にまたバックフック、フックオーバーとバックフックで糸端を隠しながら、編んでいただいたらいいと思うので。で、時々自分が今どこを編んでるか見ながら、まっすぐ編めてるか確認しつつ、編んでいただいたら、こういう感じですね。はい。はい、出来上がりました。こっちが今編んだ方ですね。で、鎖の向きなんですけど、鎖ですね。鎖が割としっかりと V 型にきっちりなってます。こっちちょっとゆるい感じがしますね。それはやっぱり糸の向きですね。鎖も形がしっかりするのは、これは糸の向きですね。かなり硬くなります。向きをねじりの理論を使って編んでるので、生地もこっちの方が硬いですね。はい。同じ段数で編んだんですけど、大きさ違うのかな？高さ違うのかな？まあ、同じぐらい。大きさは同じぐらいなんですけど、裏側を見ていただいても、こっちの方がはっきりしてるのがお分かりいただけると思うんですけど、で、浮き上がりですね。ここがどうしてもこう浮き上がってますけど、ほとんど浮き上がらない平面で編めるというメリットですね。どうしても途中でこうマス目を気にしてしまってきつくなりがちなんですけど、まあ普通に編んでいただいても多分普通に編めると思うので、あんまり気にしなくても
大丈夫かな、ちょっとこう形を見ながら編んでいただければ大丈夫じゃないかなと思います。はい、ということでちょっと分かりにくいですかね。こんな感じで少しどうしてもこの右下が持ち上がるんですけど、右下ほとんど持ち上がらない、割とペタッと形も収まるし、ほぼ真横にしてるので、こうぶら下げた時も多分形が綺麗に収まるんじゃないかなと思います。はい、はい、ちょっと北欧風かな、いい感じで作ってみました。よかったら皆さんもぜひお試しください。簡単なので。ボタンの取りもボタンもとても簡単につけるんですね。はい、ということで最後までお疲れ、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。 Thank you for watching. See you next time. Bye bye.